こんにちは、今日はですね、昨日の、観光に行ってきましたので、そのお話をしていこうと思います。このね、動画の前にくっつけて動画とかね、写真がくっついてると思うんですけど、トレトというね、ところに、観光に行ってきました。サッカーの方は、木曜日に試合がありまして、金土とオフで、まあ、なかなかこんなことないんですけど、まあ、もう順位も決まってて、高校も決まってるチームとしてはこういうこともするのかなと思います。まあ、切り替えて、金土とオフがあったので、トレドというね、マドリードから約車でバスでね、1時間ないぐらいかな、1時間ないぐらいのところに、昔のちょっと古い歴史的な、ね、建物とかだけ、もう街が世界遺産というね、ところに行ってきました。すごく街並み綺麗で、すごくね、癒されましたというか、いい景色も見れましたし、もう本当に観光という形でさせてもらいました。楽しかったです。行ったメンバーはね、エピソードに残ってた2人ね、16歳の選手と9歳の選手で、僕と僕の友達と一緒にね、行ってきたんですけど、非常にね、有意義な時間が過ごすことができましたし、自然感じて、まあ、歴史的な、ね、建物を見ながら、ゆっくりさせていただきました。トルドという町はもともとね、ちょっと調べたところによると、まあ、ロシア帝国のね、その支配下にあって、まあ、イスラ地域的にも、まあね、そのローマからしたら南の方でね、南の方にあって、で、まあ、イスラム教と、キリスト教、カトリック教とユダヤ教っていうのが、この3つがね、入り混じった文化で、その建物もそれに反映されているということで、ちょっと何かどうかっていうのはガイドがね、いないから詳しくは分からないけど、でもそれがあったらすごくもっと面白いんじゃないかなと思いました。でもその街の形とかも、僕が思うに大きな川が外にあってて、多分あれは堀なんだろうね。そうだし、まあ、わざと路地が狭くしてあったりとかもしてたから、多分まあもし攻められた人ときにそこを狙えるように、で、あちらこちらにね、ちょっと鉄砲が出るような、こんぐらいちっちゃいね、隙間があるから、そこからね、銃口を向けてってやったのかなとは、なんとなく想像はね、つきました。まあそういう街にね、観光行って、オフを満喫しましたということです。まあ午前中はね、遊んでばっかもいられないので、午前中はしっかりと体を動かして日曜日のために備えましたと。で、まあ、一緒にね、住んでる一緒に行った一人の選手と一緒に、歩いちゃった方にね、行ってきて、でボール蹴って、まあ、準備をしたという形です。まあもうチームとしてはね、練習もないですし、まあ、あるけど、そのまあ、なかなか難しいね、状況ではあるので、まあ自分にどれだけ集中して、自分のパフォーマンスどれだけ集中して、まあ残りね、試合もないですし、3試合かなですし、まあもうラスト自分が何ができるか、何が残せるのか、どんなことを1年間学べたのか、どんなことをね、得れたのかっていうことをね、表現できる、すいません、表現できる、表現するね、一試合になるように日曜日の、ね、試合をしたいと思います。まあそんな感じで、昨日ね、トレドの方に観光行ってきて、でしっかりと、トレーニングも詰めたので、まあいいリフレッシュもなりましたし、まず週末のね、ゲームにも一生懸命頑張りたいと思います。そんな感じで今日の一言に行きたいと思います。終わります。ではまた。